んじゃできないと思うんですけど。さイエーイ、鬼が終わりっすね。イエーイ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 、バラでやります。間違ったら。
3番と出ました。聞きました。語源。してる人いる、います、ね。あ、多分きっと1年生とか2年生諸君は知らないと思うんですけど、OB の遠藤よしきさんと言います。この人、この横浜では、と言います。どうぞ、温かい目で見守ってあげてください。そんな、あ、そうなんですよ。で、多分私のことも知らない人もいると思うんですけど、私は、遠藤純と申します。ということは、親子です。すいません、そうなんですよ、親子なので。まあ、多分皆さんもなんかちょっとどういうノリでいけばいいか分かんないと思うんですけど、私が一番どういうノリでいけばいいか分かってないので、まあね、まあね、まあそれなりで、まあ多分もう、あれやね、もう多分十分盛り上がったと思うので、あとは適当にふわーっとね、ふわーっと乗ってくれてればいいと思います。知らないと思うので。
喋るじゃん。ダメだ、やっぱりダメです。ダメです。診療歯科というのをやってまして、頭に問題があるか、あ、問題じゃなくて、いろいろ悩んでいる方は、ぜひ彼のところに行ってください。世界で唯一です。一人の患者さん、大体6時間ぐらいかけて、じっくり相談していただけますので。はい、で、あの先生です。Yeah.
そう間違えるんですよ。神なのね。楽屋会館もこれで最後ですね。そうですね。私も軽音部に入ったら2年前で、まあ、この人たち関係ないんですけど、なんか、話すよね。ヤハバになってからみんなともあんまり話すこともそんなになくなったんですけど、てか遠いからね、単純に。だったんですけど、やっぱりみんな、すごいこうやって、こういう時はみんな集まってくれて、で後輩にも先輩にもすっごい優しくて、やっぱり医療系に入ってよかったなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、さよなら公演まあ、この後もあります。最後はないと思うんで、今後も声援があってよろしくお願いいたします。チャンの曲を歌わせたいと思います。 Because you're you.